はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマーシの後藤です。今回はパーマの闇について少しお話ししたいと思います。パーマの前にですね、トリートメントをして前処理というんですが、髪の毛に栄養分を入れてそれからパーマをかけた方が綺麗にかかりますよということなんですけれど、僕意外と前処理しなくてですね、髪の毛に合ったパーマ液を選択します。でパーマ液を髪の毛に合った状態まで弱くしたり、強くしたりっていうので調節してかけて、基本的に後でこうトリートメントとして処理をしていくのは僕のやり方なんですけど、今回ちょっと検証してみたんですが、同じお客様からいただいた髪の毛を検証してみました。前処理僕しない理由としては、薬剤のスペックが出せない、読みづらい、あまりこう余計な足し算を、前の動画でもねちょっと見ていただくと、都市伝説の内容の動画を見ていただくと皆さん理解していただけると思うんですが、あまり無駄なことを僕はしたくなくて、足し算より引き算、シンプルにやっていきたいということです。で必要なものを必要なところに使っていきたいということを、前に動画で言っていたんですが、まさにその状態なんですけれども、こちらをちょっとね検証してみたんですが、ちょっと僕がいるから見えないですかね。全く同じ長さに切りました。で量もほぼほぼ一緒の状態です。はい。で髪の本数ですね、厚みというかそれは同じ状態にしてます。で長さもこれ見てください、同じ長さです、全く一緒。でこのぐらいの今分かりますかね。で、こちらのデロンともなってないですね、綺麗にかかっているんですけど、これ前処理したのと前処理しない違いです。直接これは薬をつけました。でこっちは前処理をした上から薬をつけました。でどういう風な違いがあるかっていうと、これくらいのかかり強さが違うんですね。でもともとこの髪の毛はブリーチとかもされてなくて健康毛の状態に近いので、綺麗にこういう風にリッチが出ます。これはダメージするとまたちょっと変わってくるんですけど、前処理をすることによって、パーマ液が阻害されてしまってあまり作用しないことって実際あるんですね。これ全く同じ状況でやって同じ薬を使ってます。で今これ香り1個分ちょっと違いますよね、わかりますかね。こっちがこれは前処理してます。このぐらいのかかりがちょっと違うんですよ。ちょっと伸ばしてみますね。で長さ一緒なんでちょっと見てください。毛先合わせるとこれ全く同じ長さですよね。ちょっとわかりますかね。まあでもね、こっちの方も前処理した方も綺麗にかかってるんですよ。で、前処理しても綺麗にかかってるんで、問題はないと思います。ただ、こっちの方がね、しっかりかかってると思うんです。で、僕はこの状態に後処理をしていくんですね。しっかりかけた状態から後処理をしていくっていうのは僕のスタイルではあるんですけど、じゃあその前処理をすることによって、お客様がお支払いする料金っていうのは上がっていくと思うんですよ。トリートメント料金というものが、発生すると思うんですね。でただですね、やはりちょっとこれだけじゃわからないんですけれども、しっかりパーマ液のスペックを出せた方が僕はいいかなと思うんで、しかも傷まないと思うんです。短時間で前処理をすることによって、例えばこのパーマまでかけるとしたら、このスペックのパーマ液をより緩温してよりちょっと強くしたりとかして、ここの変わるまで持っていくわけですよ。わかりますかね。このこれをもし前処理したものをここまでかけるとすると、この前処理した分パーマ液を強くしないとここまで上がらないわけですね。わかりますかね。ということはどういうことを言ってるかというと、今たまたま綺麗にこれ今かかってますよね。これは綺麗にかかってるんでいいんですけれども、こういうことが起きますね。しっかりかけたいけれども、これ細いね毛束って綺麗にかかって見えるんですよ。これ例えば大きい、もうちょっとお客さんの状態だともっと大きいウェーブになるんで、そうするとあからさまに分かるんですね。短時間で、こういうふうにパーマを短い時間で僕はやる方が自分のスタイル的には好きなんですね。前処理って必要なものもあるかもしれないです、僕はやらないだけで。ただパーマ液を最大限に活用するとあまり必要ないんではないか。そこはやっぱりテクニックでロット設定、これはちなみに8ミリっていうので巻いてるんですね。はい。ロットの設定がまず1個あって、どの大きさを使うか、
そして薬剤をどこをぶつけるとこの毛髪に対してぴったり合うのかっていうのを、選別するのがこの技術力、経験力っていうところだと思うんですけれども、とりあえず何でも前処理してしまって全く読めない状態で、薬剤かかんないから時間を追加してまた薬剤を強くするとか二度付けして強くするとか、そうすると一剤の放置タイムがどんどん長くなるんですね。で、一剤のこの濡れてる状態の一剤ついてる状態を長く継続すると髪は傷みます。どんどん傷んでいきますということで本末転倒になるということですね。なのでこれからも分かるように余計な前処理をしない方が時間もかからないし料金も安い、はい、なのでそこを、ビジネスでどうしてもそのね単価アップもしくは美容師さん側も勉強されて、必要だと思って使っていいかなという半信半疑で使ってる方も非常に多いと思います。メーカーさん、ディーラーさんから言われたから使ってみるとか、あとは有名な美容師さんが使ってるから使ってみるとか、そういうのもちょっとセミナーで言われたから使ってみるとかってあると思うんですけど、実際検証してみたらいいと思うんですね。このパーマ液使わないんですけど、うちのスタッフからお借りしまして、みんなが大好きコスメカール H、 要はこれでかけてるんですよ今日は。僕は普段ちょっと使ってません。こちらでかけて、これね結構かかりがやっぱいいんで、こういう風にかかるんですね。これ万能なんですよこの薬結構。ちなみにこれどのぐらい皆さん料金すると思います？ちょっとこれ動画で言ったら多分美容師さん怒っちゃうかもしれないですけど、ちょっとお伝えするとですね、これ大体1000円なんですよ。定価1000円、1液が1000円です。でこれに2液っていうものがあるんで、2液っていうのがまたもう1個あるんですけど、これが1000円で大体割引されたりとかして、900円で販売したりとかしてるわけなんですけれども、 400ml で1000円以下なんですよ。で1回に使う量ってじゃあどのぐらいかなっていうと、40ml とかそれぐらいかな、 50ml とかっていう感じで使います。でやはりパーマ液ね、大体そんな相場ぐらいなんですよ。もうちょっとそのものによっては、別にね、スピエラって薬と GMT って薬だったりとかするとちょっと値段が上がったりするんですけど、僕はそういうのを使ってるんですけど、これ単体でかけた場合ってこれはもう1000円弱なんですね。でなおかつこれに2液があっても値段もそんな、2液もちょっと安かったりとか、別のものを使ったりとかしてるともっとコスト削減になるんですけど、それぐらいして全部は使えません。で結構ね、材料費はそんなに高くはないわけです。なんで美容師としてはやはり技術力を磨いて、材料費っていうのはこの程度ですから、あとは僕らの技術でお客さんからお金をいただくっていうのが一番僕は正しいと思っているので、やはりパーマなのに検証して自分の腕を磨いて、でその見合った料金をお客様にいただくっていうのが僕は正しいかなって思ってます。はい、なので皆さんいろいろ検証してみると面白いことが分かりますし、無駄なことしてたんだなっていうことも分かると思います。僕も商品ちょっと扱ってるもんなんで、こういうこと言うのちょっとあれなんですけど、意外と今使ってるトリートメントとか、とりあえず一回ちょっとお休みしてみると結構違う結果、あれ意外といいじゃんっていうことも結構気づけるんですよ。でその中で前も動画でも言いましたけど、ちょっとこれやった方が良かったなとかで、良かったなっていうことでプラスさせていけば、よりいい状態をお客さんに提供できると思うんですよね。で多分皆さんトリートメント使ってる理由としては、一番はお客さんの髪を良くしてお客さんに喜んでもらいたいっていうところが多分皆さん共通してると思うんですけど、やっぱりそれが本末転倒になる可能性もあります。場合によってはね、一部の、こういう方いないと思うんですけれども、とりあえずお客さんから料金を取りたい、売り上げを上げたいっていうことだけを考えてると、お客さんの髪をきれいにしたいっていうよりもとりあえず金額が先に行っちゃうと思うんですね。なんで何か無駄なものを付け足して総合金額を上げるということが考えられますけど、大体これを見てる美容師さんたちはそういう方いらっしゃらないと思うので、本当に良くしたいっていう気持ちから、付け出してしまうこともあると思うんですよ。で皆さんちょっとやっていただきたいのが、でこれ質感、じゃあ前処理した方の質感が、ちょっと前処理したトリートメントの名前ちょっと言えません。ちょっと
これね訴訟になる可能性もあるんで、で前処理したんですけど、前処理したのとしてないの、こっちの方が軽い質感で、特にこれが質感いいわけじゃないんですよ、前処理してるやつが。なんか重いし、なんかあんまり軽さがない。こっちの方が軽さがあってふわっとします。これ弾力わかりますか？こっちドローンっていう、ドローンって感じですけど、これプルンってわかります？これプルンってなりますよね。こっちがドローンって感じで、こっちがプルって変わりますよね。っていうように、別にこの前処理したからいいってわけじゃないんですよ。逆にリッチが出づらくてダランって重さが出たスタイル、こっちはふわっていう、こうふんわんふんわりっていう感じですよね。余計なことしてないんで、はい。さらにまあ僕はこういうのに後処理でもっとふんわりするものを、自分でトリートメントを考えてちょっとさせていただいてるんですけれども、逆にね、なんか今足し算をしすぎると髪の毛がドロンって重くなっちゃうんですよ。で結構濡れてる時にツルツルにこうしようとすると、乾いた時に結構重くなっちゃったりとか、あまりいい質感がじゃないので、結構なるべく僕はシャンプー台でやる時に結構ツルツルになる、なんていうのかな、こうツルントゥルになるような、動画とかでもね、 TikTok とかでもよくツルントゥルにするようなの動画とか上がってますけど、あれ実際によいいっていうか、その濡れてる時の質感はいいけど、乾いた時そうでもないんですよ。なんで、まあ、あれは演出ですね。演出とか、まあ、とりあえずツルツルになればいいと思ってる方がやってることなんで、実際結構ギュッとこう締まるようなトリートメントとかの方が効果強いんですよね。で、まあ、ギュッて締まるようなやつは結構質感が好みがあって、美容師さんもちょっと敬遠される方もいらっしゃるんですけど、乾かした時に結構いいんです、そっちの方が。っていうことがあります。はい、このような感じでね、なんかボワボワしてる感じ、こっちはプルンってしてる感じ。何もしなくてもいいですよね。これシャンプーしてそのままパーマ液つけただけですよ。そうなんで、こういうことから考えると、無駄なことはやめた方がいいんじゃないかなっていう部分ですよね。はい、だったら、技術をもっと磨いて、適正な時間、適正なロット、適正なロットの巻き方っていうのを技術を学んで、お客様にそれの見合った料金をしっかりいただくっていうのが僕はいいと思います。そのためにはやはり毎日、検証とか勉強とか、お客様でね練習するっていうのは本当に僕はあんま良くないなと思ってて、でも結構多いと思うんですよね。モデルさんとかも入れないでお客さんで練習しちゃう人とか、だから僕もちょっと良くないなっていうのは思います、そういうのは。はい、まあ皆さん時間がない中でやってるんで、どうしてもねお客さんで実験しちゃう場合もあると思うんですけど、僕はあんま進めないですね。やっぱりある程度こう検証して、あ、こうなんだなっていうのが分かって、それで実際やるということがいいかなと思います。はい、で今回、ね、話した内容っていうのは、こんだけ話しといて、これ全部嘘の話なんですよ。はい、あくまでもこれ都市伝説の話ですから、パーマの闇とか言いながらも都市伝説です、全部嘘なんで、これ見てるもしお客さんの方がいらっしゃったら信用しないでください。これ僕の演出した嘘ですから。はい、で今回内容は、信じるか信じないかはあなた次第になります。はい、よろしければチャンネル登録していただきますと、未公開の限定動画とかを、もうずっとではないんですけど、定期的にちょっとこう見えるようにして、見えないようにしてとかってちょっとね、工夫してやるので、一時的かもしれませんけど、あまりちょっと見せたくないのもあるんで、ただチャンネル登録してるとそれ見れますよね。ちょっとお知らせが来て、ただちょっとお知らせ来て見ようと思った時はもう非公開になってるかもしれないですけど、ちょっと一部、あんまりこう見せたくないなっていう動画がちょっと、正直ですね、僕非公開動画、限定動画っていうのが自分がアップしてる動画と同じぐらいあるんですよ、実は。倍ぐらいあるんですよ、本当は。でも皆さんに見せれないんですよ、いろんな理由があって。っていうことがあるんですけど、まあ、そういうのをちょっとちょこっと見せたりとか、まあ、していこうかなとは思ってるんですけど、ただずっと公開にはしません。公開にした後に非公開にします。はい、っていうのでちょっとこう状況を見て、やっていきたいなと思ってます。はい、今回もご視聴ありがとうございました。